さあ中国朝鮮の植民地化第4回目日本の朝鮮進出が始まりますその朝鮮に進出していく様子を見ていきましょう今回のポイントは大きく2点ございますまずはこのポイントの確認からまいりましょう1点目がこちら朝鮮の開国そして瓶氏の心変わり 日本の朝鮮半島進出と。そこから生まれる中国の対中国との対立に注目していきながら。まずは朝鮮を開国していく様子を見ていきたいと思います。そして二点目がこちら。朝鮮国内の動乱と日清戦争。朝鮮が国際的に独立国であることが承認され。 日本の進出植民地支配が強まっていく様子というのに注目していただければと思いますさあ今回はこの二点に沿って日本の朝鮮進出を一緒に勉強していきましょうポイントの一点目です朝鮮の開国と瓶子の心変わり日本が朝鮮に進出していくその時朝鮮国内では一体何があったのか見ていきましょう さあまずは日本が朝鮮に入ってくる前のお話当時の朝鮮国内の状況は一体どうであったのか見ていきます。当時国王は皇宗と言います19世紀後半朝鮮の王様は「皇宗そしてその奥さん「妃にあたるのが「敏妃」といいその一族のことを「敏氏と言います。 瓶氏は期待してました我が一族の娘が王の妃になったこれで我々も甘い汁が吸えるぞ政治的な権力を持つことができるぞおいしい思いができるんだ瓶氏は期待してたんですところが瓶氏の思惑はうまくいきませんなぜなら当時の構想には ほとんど力がなかったからですなぜかというとこちらです実は高僧のお父さん大院君が折衝を務めていたんですなのでこの高僧のパパ大院君がすべての権力を欲しいままにしていたこの大院君のもと内政改革や鎖国的な外交が取られていた なんだこいつは。せっかく我が一族の娘が妃になったのに。我らは何も美味しい思いできないじゃないか。瓶氏はこの隊員君を退けようと考えます。そこで。当時。朝鮮進出を目論んでいた。日本と瓶氏が。くっつきます。日本の軍事力を。背景に。 斌氏は隊員君をこれで失脚させたんです。いよいよ斌氏が独裁政治を行うようになります。でも気をつけてください。日本がボランティアで軍隊を貸すわけはありませんね。この隊員君が失脚したのち、斌氏を利用して。 日本の朝鮮進出が本格化しますそれがこちらを見てくださいさあ瓶氏の独裁政治機関日本が入ってきます1875年高架島事件というのが発生しますこの高架島事件というのは朝鮮の沿岸部で日本の船が朝鮮から砲撃を受けたとどうしてくれるんだこの野郎と いう形で朝鮮に開国を迫ってきたんですこの結果朝鮮は日本の要求を飲まされてしまいましたこちらを見てください日朝修好条記と言いますこの結果朝鮮の自主独立であることが確認朝鮮お前って独立国だよなあはいそうです自主独立が確認さらには 産港武産原産神仙この三つの港が開港させられますさらには日本の領事裁判権を承認するなどこちらの内容はまさに日本がアメリカと結ばされた不平等条約の内容を持ってたんですおい瓶氏に変わってからなんか日本が進出してきたぞ こいつらダメなんじゃねえかやっぱり隊員君がいたときの方が良かったよ平和だったし朝鮮国内では瓶氏を嫌う連中が出てきました隊員君の方が良かった瓶氏は引っ込めそれがこちらです神護軍乱と言います隊員君派の軍隊こいつらが瓶氏に対して反乱を起こす形になります そしてこの反乱に際し鎮圧にあたって日本そして古くからの兄貴中国の清がやってきました。ここで皆さんに注目してほしいのは日本と清の対応が違ったんです。清は太陰軍を捕まえます。そして斌氏を助けたんです。おい大丈夫か斌氏。俺が来たから安心しろ。これが清です。 一方日本はおい敏氏この反乱で日本の孔子が殺されたりしたぞ大使館が焼かれたりしたぞ賠償金払いをこら謝れをこらという形で朝鮮へ多くの要求を行ったんです皆さんが敏氏だったらどっちがいいと思いますかこっちですよねこのため敏氏は 徐々に徐々に日本とくっつくのやめてやっぱり古くからの兄貴中国かなと思うようになったんですこのため B 氏は日本と手を切って中国側にくっつきますその結果朝鮮国内では意見が真っ二つに分かれましたそれがこちらを見てくださいさあ出てきました時代党バーサス開花派 という形で朝鮮国内は意見が真っ二つに分かれたんですこの時代党というのは B 氏らが中心となったものでやっぱりさ朝鮮は古くから中国と関係が深いんだから神徳つくべきだよという連中。一方開化派はいや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 今の中国から学ぶことは何もない。 むしろ「日本」とくっつき日本に学び朝鮮の独立と近代化に向けて動くべきなんじゃないかこいつらから学ぶことは何もないんだ留学生の金玉金らがこの貧氏らの時代等に反発をしたわけです。そしてついに開花派が動きますそれがこちらを見てください。 後進政変と言います頭の硬い瓶氏保守派を留学生金玉金らがクーデターを起こしたんです日本の武力を借りて武装蜂起を展開一気に瓶氏らを追放して自分たちが政権を取ろうとしましたところがこの後進政変は中国清の 軍事介入もあり潰されてしまったんですこの結果日本と中国が朝鮮をめぐってバチバチ争うようになりますこの後ポイントの2ではいよいよ朝鮮をめぐって日本と清が直接対決をする様子を見ていきましょう ポイントの二点目です朝鮮国内の動乱そしていよいよ直接対決日清戦争を見ていきましょうさあ皆さん日本の朝鮮進出が本格化していく中実は朝鮮国内では新しい思想というのも生まれていたんですね今まで鎖国状態だった朝鮮が開かれヨーロッパからのキリスト教思想も入ってくる そういう他の国の宗教と出会っていく中で朝鮮では新しい思想が生まれたんです例えば政学ヨーロッパのキリスト教を中心とした考え方なんですへえこんな宗教が海外にはあるのかそうかみんな平等って考え方が存在するのねこのようにヨーロッパのキリスト教に触れた政学という考え方が登場する一方で いや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 やっぱりアジア固有の宗教の方が俺たちには合ってるんだ東学というのが登場します従来朝鮮の民間信仰にアジア由来の宗教を重ねたものなんですこれを始めたのは再生具という人だこのように朝鮮では新しい思想というのが生まれるようになったそして アジア固有の宗教にこだわる東学はやがてアジア以外のもの外部勢力を嫌うようになってきたんですこの東学の信者たちが次にこういう行動を起こしました外国連中はみんな出てけですこちらを見てくださいさあ交互農民戦争の勃発ちなみにこの交互農民戦争は 東学の指導者全宝順という人が暴動を起こしたんですそして朝鮮はこの暴動を沈めることができなかったさあ困った朝鮮は中国に助けを呼びます兄貴助けてくださいよし分かった助けてやるぞこの結果中国の秦が朝鮮を助けるために出兵を行う それだけではないちょっと待てよと朝鮮には日本人だっているんだ日本人が巻き込まれたら大変なことになるじゃないかなんとこの結果日本も出兵します朝鮮にいる日本人を助けるんだ秦が出兵日本も出兵もう分かりますね。日本との軍隊がが激突それが 日清戦争なんですこの甲午農民戦争をきっかけに日本と清が全面対決に突入しましたそして勝ったのは日本清は負けますその結果こちらを見てくださいさあ下関条約が締結されましたこの下関条約の結果朝鮮の独立が 認められますつまり朝鮮は独立国なんだこいつは何も関係がないいやいや,いや俺兄貴なんだけどいやそんなの関係ない朝鮮は独立国だあんたは関係ないんだ日本が朝鮮に何しようが口出しをするんじゃないこれで朝鮮の独立が決まるさらに中国から台湾宝庫諸島そして両島半島を 獲得した日本さらに開港上で企業の設立を認められるなど完全に日本の優位な形で集結したことになります朝鮮進出から中国の北側にまで進出勢力を強めたわけですちょっと待てよとおい日本何やってんの朝鮮党って何中国に来ようとしてんだ。お前邪魔だよ日本に対して クレームをつけてきた国がありますこれ以上進出するんじゃないそれがこちらを見てくださいさあ三国干渉と言いますちなみに日本が両党半島を取得したことに対しロシアが猛反発を行いますロシアが猛反発を行いますおい日本やめろこれ返せ中国に返した方がいいよ このロシアの声明にドイツフランスも同調しますそうだ日本返した方がいいぞ日本はヨーロッパの国々からプレッシャーをかけられ結果両党半島を返還することになりますなのでこの両党半島は最終的に中国に返す形になります返すあらロシア日本を制するなど 強い国ですね朝鮮のビンヒビン氏は真が破れた後ロシアに接近しますお願いしますロシアさん助けてください日本を追い出すの手伝ってくださいそのため日本は口封じとして最後ビンヒを殺害1895年ロシアにくっつこうとしたビンヒを殺害この後日本は朝鮮地方をめぐって ロシアとの関係が悪化していきますさあそれでは今日一緒に勉強してきた内容を今から確認していきましょう当時の朝鮮ですけれども王様皇宗という人がいましたが皇宗には実質力はありません皇宗のお父さんのことを太陰君と言ってこの太陰君が 折衝として力を持ってたそのため皇宗の妃敏妃、その一族敏氏は邪魔で邪魔でしょうがない日本の軍事力を借りて最終的に大陰君を失脚させたわけですところが同時に日本の朝鮮進出も始まりました例えば高架島事件この高架島事件を通して 日本は朝鮮進出を本格化朝鮮国内では大陰君がいたときの方が良かったよそういう動きになりますそこで発生したのが神戸軍乱敏氏は出ていけ大陰君のいたときの方が良かったぞという神戸軍乱が発生しかしこれは中国の支援もあり 無事鎮圧できましたこの頃から朝鮮では中国に着いた方がいい日本に着いた方がいい国内では意見が真っ二つに割れたよねその真っ二つに割れた勢力が激突するのが政変中国に着いたって学べることは何もないぞ日本に着くべきだ開花派の人たちが武装蜂起を行いますが これも中国によって潰されてしまいましたこの頃から日本と中国の関係は最悪な状態になるそしていよいよ激突するのがこちらです朝鮮国内の動乱と日清戦争この日清戦争のきっかけとなったのが交互農民戦争でしたこの交互農民戦争を 鎮圧できなかった朝鮮は中国に助けてといい日本も朝鮮にいる日本人を助けるために出兵両者がついに激突そして下関条約によってこの日清戦争は日本の勝利が決定しました朝鮮は独立国である朝鮮に何をしても中国は関わるんじゃないそれだけではなく 中国から台湾や両東半島を獲得する形になります半島ところがこの両東半島を狙っていたロシアは直後に日本に猛反発俺が狙ってるのにてめえ何両東半島取ってんだ返せ ロシアを中心としたヨーロッパからプレッシャーを受けます三国干渉この結果日本は両党半島を返還せざるを得なかったこの後日本とロシアの関係は最悪な状態になっていくわけですさあ皆さんこの章では中国と朝鮮の植民地化の様子を見ていきましたそしてこの次の章では この地域以外東南アジアインドそして西アジアの植民地化の様子を見ていきましょう。